お待たせいたしました。定刻となりましたので、日本公営株式会社2019年6月期第2四半期決算説明会を開催いたします。それでは説明に移らせていただきます。有本社長、よろしくお願いいたします。改めまして、宮本社長、有本でございます。まずは本日、大変お忙しい中ですね、これに大勢の方に当社第2四半期の決算説明会にご参加いただきまして、心から御礼を申し上げます。ありがとうございます。それでは早速ですね、説明に入ってまいりますけども、まあ、なるべく丁寧に状況のご説明をさせていただきたいと思っております。またご質問も含めてですね、ぜひ、いろいろこう当社の状況についてご理解を深めていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まず当社第2四半期の決算総括でございます。まあ、受注につきましてはですね、ほぼ横ばい、そして、業績でございますが、まあ、増収減益という結果でございます。少し、まあ、注意書きが書いてございますようにですね、コンサルタントの国内、それとここには記載がございませんが、都市空間事業、ここが非常に好調でございます。で、一方でですね、コンサルタントの国内事業、ここにおきましては後ほど詳しくご説明いたしますが、まあ、一過性とはいえですね、発注時期の遅れが響きまして、赤字幅が下りております。で、また純益についてはですね、まあ、昨年度不動産売却費があったわけですが、まあ、そういったものは今回ございませんので、そういったものでご原因となっている、まあ、そういった状況にございます。これは PL サマリーですが、まあ、ここは細かい数字でございますので省略いたしまして、この増減減の分析をですね、通じまして、前期との比較をですね、少ししたいと思います。まあ、いわゆる滝グラフというものですね。昨年の2期からですね、スタートいたしまして、利益の増減が各面で出てきております。一つは売上増ですね。特に国内事業の売上増、また売上の計上基準の変更による増もございまして、それによる、まあ、利益の貢献が約24億ぐらいのプラスサイドでございます。一方でですね、減価率、ここは昨年で申し上げますと 4.4%、 結構大きな動きでですね、これが利益をですね、抑え込んでしまったと、こういう結果が出ております。このあたりはですね、特に海外の減価率、ここは 10% ぐらい落ちてございますので、その結果が響いていると言っていいと思います。それから一般管理費でございますが、まあ、ここはまあ計画通りなんですけれども、人件費等の増加、ここによって約9億のマイナスようになっています。それから特別利益でございますが、ここは先ほど申し上げましたように、固定資産の売却益、まあ、昨年はそういうものがあったわけですが、まあ、それはございませんので、まあ、その分がマイナス4円、まあ、以下特別損失、それから税金、まあ、こういった差し引きをいたしまして、前期と比べると純益でもって約マイナス10億、まあ、こういった結果でございます。それから退職退職派の方でございますが、まあ、これはまあ、この時期、どうしてもまあ売りかけ、社会が増えてまいりますので、そういった状況に見合った結果となっております。まあ、特段説明は不要かと思います。キャッシュボールの方でございますが、まあ、これも前年のところについてはコメントを記載してございますので、まあ、ちょうどご確認いただければいいと思います。まあ、これも特に、詳しい説明は不要かと思います。加えてこれがセグメント別の実績なんですけれども、ここはこの後セグメントごとにですね、今期の特徴、市場と、それから結果と見通しにつきましてお話をしてまいりますので省略いたします。まずは国内事業でございます。一言で申し上げまして、絶好調と言っていいと思います。まあ、2019年度の公共事業予算、ご案内のとおりですね、臨時特例措置を含めまして 6.9 兆円、
これに前年度の補正を加えますとですね、8.5 兆円でございますので、前年約2割ぐらい出ている。こういった市場、これを背景にですね、受注が絶好調でございます。で特に公営に来ましてはですね、自治体、民間の伸びが顕著。加えて契約形態別で見てまいりますと、最も主力性の高いプロポーザル、この契約がですね、全期でもって約1割伸びています。もうそういったこともありましてですね、今期、増収増益ということで、後で申し上げますが、最終の着手もですね、かなり上振れする、そういう申し上げております。これはこの機能特徴であったですね、プロジェクトを2件紹介してございます。頻発するその災害対応の事例の一つだと言っていたと思います。上の段の方はですね、これは中国地方整備局の管内の12水系、これを対象にいたしました工事予測システムの構築であります。また下段の方は、これもよく写真等で見たかと思いますけれども、昨年の7月の西日本豪雨災害、その対応状況でございます。当社は岡山県の真備町の氾濫をもたらしました高橋川水系、ここのですね、改修計画、設計施工計画としてございます。また広島県内、ここでは数百箇所のですね、災害地があったんですが、そこの災害査定、あるいはその設計、こんな仕事をしてございます。次に海外でございますが、冒頭申し上げましたようにですね、受注について、一貫性とはいえですね、大きく増えているようなことがですね、全体の同時に落下に下がっております。市場としてはですね、非常にいいんですけれども、一つは大型案件のですね、制約のずれ、手続きの遅れと言っていいと思います。もう一つはですね、JICA の予算不足、これも聞いたことがあるかと思いますけれども、その影響があってですね、発注が大幅に遅れました。その結果、日本公営単体、そしてもう一つ、グループ会社、ここがですね、影響を起こしまして、売上高、営業利益、こういった受注状況もございまして、減収減益となっております。財務の参考としてちょっと一言申し上げますとですね、一昨年度の秋口ぐらいからですね、予算不足というのですね、影響が出ておりました。そしてほぼ1年ぐらいかかって、いろんな対応を JICA の方で取られまして、11月、あるいは12月ぐらいからですかね、発注が一気にこう増えてきたと、こういった状況にございます。したがって、地域で見ればですね、受注はかなり回復するかもしれませんけども、売上利益への貢献はですね、やっぱり限定的と言わざるを得ませんので、地域においても、厳しい結果となるかなと思っております。この辺り後でまた申し上げます。この間の代表的なプロジェクトをですね、2つご紹介いたします。1つはこれ、ペルーのゲーロラインという、これ日本公営とグループ会社の中南米公営、2社の JV でやっている交通プロジェクトです。これはコンセンション事業としまして、政府側のコンサルタントとして設計、あるいは施工管理をしてございます。でこの絵ではちょっと分かりにくいんですけども、実はこれ、歴史的な建造物、鶴肥城橋というですね、そういった重要な建築物の下にこうトンネルを取らせるということで、極めてその難易度の高い、そういった事業でございます。私も実際に3年前に現場に来ましてですね、非常に感銘を覚えたプロジェクトであります。もう一件は、なかなか国内では、大きなダム事業というのはだんだん減ってきてはいるんですけれども、これはパキスタンの脱水水力発電事業です。ポンチエが載ってございますけれども、高さがですね、242メーター、発電量が4320メガですから、要するに原発分解5基分ぐらいの発電をですね、この発電所でやってみると。こういった大プロジェクトです。世界に類を見ない大規模な案件でございまして、これ世銀の資金でもって実施をしてございます。
次には原子力エンジニアリング事業です。事業になります。まず受注の方ですけれども、前期は大型案件の受注がですねありましたので、それに比較すると減少してございますが、ほぼ契約通りの推移でございます。着地もそうだというふうに見ています。それから業績の方でございますが、前期までの手持ちがございましたので、増収増益という形ではございますが、主要顧客でございます東京電力、こちらの厳しい経営状況を反映いたしまして、引き続きコストダウンの要請が厳しいという、こういった環境にございます。これも当社電力会議の主要製品ですね。一つは遠方回線装置、これはこれまで非常に投資収益性の高い案件だったんですけども、こういったもののコストダウンが非常に厳しくなってきたということも表れがございます。それから下の方はこれはダム管理システムですね。製品の写真見てもなかなか分かりにくいんですけども、一応お目通しで終わりましたけども、それからこれは上段の方、これは岡山県の備前の方でやっておりますが、皆様というですね、下段の方はこれは海外のビコール川の購入受け取りシステム、これ2011年ということですから8年という、実は結構非常に難航したプロジェクトがようやく仕上がったという、そういう状況でございます。そして、都市空間事業です。ご覧のようにですね、受注高はですね、計画もそうですし、それから前年比 46% の増加ということで極めて好調でございます。その主因はですね、ウェストミンスター関連の仕事、これが本格稼働に入りましたので、いわゆる3月からはですね、150名体制でコンプリートございます。それから受注の状況に比してですね、売上利益については、少し、数字的には抑制的な数字になっていると思いますけども、BDP という、エコの会社でございますので、上期はですね、どうしても稼働が少し抑えられますし、言ってみれば夏休みとはクリスマス休暇でもって契約額が減るんですけども、その分下期にぐっと稼働が上がってまいりますので、そういう意味ではですね、通期の見通しは極めて上がると言っています。この辺りは後でお話をいたします。これがウェストミンスターの事業ですね。2月までのですね、累計受注高が約40億になっております。それからこれと並行いたしまして、一時的にですね、退避をするノーザンエステイという、そういう仕事があるんですが、そちらまで含めますとですね、大体ウェストミンスター関連で約50億の累計受注となっております。その他の代表的な仕事といたしまして、これはケンブリッジ大学の物理学研究所、それから下段の方はアイルランドのダブリンの小児病院ですかね、こういったものをですね、開発しております。次にエネルギー事業です。こちらの方はですね、中期計画の時の説明でも申し上げましたようにですね、中期3年間のうちの最初2カ年、ここはもう投資先行でございますので、業績への貢献ということは基本的に考えてございません。で、実際のですね、事業の状況でございますが、計画通り進捗している、そう言っていいと思います。で、改めてですね、当事業のですね、狙いについて簡単にお話をしたいと思います。これは国内と海外とですね、一つは再生可能エネルギーの開発運営、これが一つございます。もう一つはやはりこれ国内海外で、モニタリングシステム、これは例えば太陽光のモニタリングシステムからも入ってまいりますけれども、主にですね、蓄電池を活用いたしましたエネルギーマネジメントシステム、この事業構築を進めてございます。この辺りについての進捗についてはまた後ほどご説明してまいりたいと思います。
この機能ですね、特徴的なものとしまして、これ上段、これは北海道の大津総合振興局から受注いたしました緑ダムの総水力発電事業のものです。でこれは当社によってですね、設計、それから物品の調達、そして建設、いわゆるワンストップでその EPC コンプラクターとして実施しております。下段の方はこれは太陽光のですね、監視システムですね。こういったものについても納品でございます。こんな状況の中でですね、しからは地域見通しはどうかと、こちらの方に聞いたと思います。今画面にお見せございますのは、これは当期の計画、これを示してございます。受注1250億、売上高1150億、毎営業利益62億、上限41億、こういった計画だとございます。それで最終的な着地でございますけども、セグメントごとのですね、モーターもありますけども、最終的に全体としてはですね、ほぼこの契約の範囲内と契約通りというふうに見てございます。これについてはこの後少し説明補足したいと思います。ここではセグメントごとのですね、状況と見通しについて少し説明をしてまいりたいと思います。まずは国内セグメントでございますが、先ほど申し上げましたようにですね、予算についても、それからまた予算についてはですね、ここへ来まして、国土強靭化予算3カ年で7兆円という、こういったこともございまして、非常に好調でございます。また生産体制もですね、品質管理を含めて、充実してまいりましたので、収益性についてもですね、非常にいい、そういう状況もございますので、ここは計画を大幅に超えてくると、こう見てございます。営業利益の時にはですね、およそ使い物の数字かもしれませんけども、計画費でもって 130%30% ぐらいのですね、上振れになるとお見でございます。次に海外でございますが、これも繰り返しになりますが、市場環境そのような良好でございます。ただ例えば大型の案件のですね、これは新しい契約もそうですし、あるいは追加契約、こういったことの手続きがですね、遅延してございますので、業績への影響というのは、これは厳しいものがございます。従いますか、利益傾向についてはですね、最終的には、計画の8割強というところかなというふうにですね、見てございます。ただこの辺は先ほど申し上げましたように、一過性の影響という意味でございますので、来期については間違いなく好転すると、こういうふうな見通しを持って、こういうふうに対応するという、そういった状況でございます。から電力でございますが、先ほど男子アンキまでのことで言うと、増収増益を申し上げました。それから、受注についてもですね、こう計画通りと、こういうふうに申し上げました。で、受注についてはですね、間違いなく計画に達するという見通しを持ってございますが、業績全般で申し上げますとですね、売上利益については少し厳しいなという感じを持っております。これは手持ちはですね、潤沢に持っているんですけれども、特に大型の進行基準案件ですね、でこれがまだ始動したばかりの案件が多くございますので、どうしてもその何て言うんでしょうか、プロジェクトの進捗において売上のこう変動性があるんですね。変動がございます。大体最初の段階はですね、あまりこう出来高が上がってこないで、後半にこう積み上がっていくと、こういった傾向がございますので、その分ですね、下期、順調に稼働いたとしてもですね、計画に比べますとですね、どうしても、やや利益には貢献が低いかなと思うんでございます。で営業利益で見てまいりますと、大体電力においては契約の 75% ぐらい、そういう見立てを私はしてございます。
それから次の都市空間事業でございますが、ここはもう本当に絶好調でございます。加えて先般公表したございましたように、カナダにおきましてコールラングル社、ここが新たにグループに参加いたしましたので、これも期の後半、正味で申し上げますと約5ヶ月間ですかね、これ業績に加わりますので、そういったプラス要因もございまして、当初の計画をですね超えてくるという見通しを持っております。およそ売上高で申し上げますとですね、当初計画の約 20% 増しぐらいまでですね上がってくるだろうなと、こう見てございます。で、唯一懸念材料はやはりベグリットですね。で、これは受注とか売上にはですね実は影響を与えないんですが、ブレグリットの仕方によってはですね為替が大きく変動する可能性もございます。今だいたい145円ぐらいでポンド円の相場が立ってございますが、前回の選挙の時にですね一時的に135円まで下がったという、こういったこともございますので、その為替変動の懸念材料はあります。ただこれは今申し上げました売上利益のですねプラス材料がございますので、その分は十分吸収できる、こういうなる投資を持ってございます。それからエネルギーでございますが、ここは先ほど言いましたように、いよいよ4月から欧州拠点がですね本格稼働いたします。で、これがすぐ利益には貢献しませんので、これについては、改めて見通しをご説明する、そういったことは必要かと思っております。それではここからはですね、中継計画の重点投資分野の進捗について少し説明したいと思います。この期中で申し上げますとですね、バングラデシュの鉄道分野がいよいよ本格稼働させるということ、それからカナダの建築会社クワドラングル社がグループ入りしたということ、これがトピックスとして言えるかと思います。そういう中ですね、事業戦略で掲げました重点投資分野3つ、鉄道、都市空間、エネルギー、そしてコンサルティング事業とエネルギーのそれぞれの重点戦略について、その進捗の状況についてご説明したいと思います。まず重点投資分野1番目ですね、鉄道分野の生産体制の強化でございます。ここはこの間新たな受注ということに関しては先ほど申し上げた通りなんですけども、今の鉄道分野はどういったこの状況が見通せるかということについて少しお話をしたいと思います。市場動向と言っていいと思います。で、世界の人口がですね現状の76億人から、2050年には98億人までこうそういう状況があります。そういった中、都市圏の人口増加、これがですね、現在 55% が都市に住んでいるわけですが、2050年になりますと 68% まで増えていくという、いわゆる都市問題がですね、極めて顕著になってまいります。従いまして、環境問題、これを背景にですね、鉄道の市場、非常にですね、活況を呈しております。それから国際的に見ましてもですね、コンサルタント市場、非常にこう安定的で、ほぼ 7.5 兆円の規模を持ってございますが、とりわけやはり交通分野のですね、視野というのが高い、そういうふうにございます。一方、我が国の円借款の強化でございますが、これまで2兆円、最低でも 1.5 兆円程度でですね、推移してきております。とりわけこれも交通分野の円借款の拡大でございまして、鉄道案件の中でもって約5000億、こういった実態がございます。こういう背景がございますので、改めて今でもなくですね、当社におきましても鉄道事業分野の生産体制の強化、これはもう必須の課題となっております。ちなみにこの中期の3カ年でもって当社の鉄道のコンサルタント事業約 1.5 倍、90億前後をですね目処に生産体制の強化を進めていきたいと、こう考えております。で、これが先ほど申し上げましたバングラのですね、ダッカの都市交通整備事業、1号線の受注でございます。
このほかですね、番組におきましては、この右下にですね、囲みで書いてございますように、都市交通以外、空港が2件、これ既存の空港の拡張と、それからそれがいずれ不足しますので、新規の空港の開発、この2件を当社が担保してございます。また、町長臨海のですね、石炭火力発電、ね、こういったことにもですね、手掛けてございます。まあ、そういう意味で、この国に対するですね、円借款の供与、およそ1800億に近い、そういった水準までで増えてきてございますので、まあ、インドに次ぐ第2位のですね、ODA 市場と言っていいんだろうと思います。まあ、ここは新地の、まあ、環境もございますし、人口もですね、1.5 億人ぐらいですかね、まあ、タイ、ミャンマーのほぼ2倍ぐらいの人口、まあ、そういう中でですね、投資もですね、日本のみならず世界から投資が多いでございますので、そういう意味でいろんなインフラの整備の需要がある、まあ、そういった状況にございます。まあ、従いまして、当社だけではなくて、現地にですね、現地法人を作りまして、そこでのこう人員の獲得、育成、これを進めてまいりたいと考えております。2つ目の投資分野でございます、都市空間事業の海外展開でございます。これは英国以外の市場拡大を目指しまして、まず第一弾としまして、アジアに広げたわけです。そして、今年の2月、第2弾でございます、カナダでのですね、コードラング社のグループ化ということがですね、相なったわけでございます。で、この機会にですね、そのコードラングルと BDP の相乗効果についてお話ししたいと思います。BDP はこれまでもご案内しましたように、大規模市街地開発、ヘルスケア、病院ですね、それから教育施設、そしてウェストミンスターに代表されますように、歴史的な建造物の補修、こういったことが得意分野でございます。一方、コードラングル社、これはトロントにですね、所在する、約200名ぐらいのアーキテクトがいる会社でございますが、トロントというその町の背景もございまして、高層の複合ビル、それから放送施設、そしてユニバーサルデザイン、こういったところは非常にこう得意なんですね。従いまして、この2つの会社はですね、補完関係にございますので、この良きところをですね、理解しまして、カナダ、英国での市場、この拡大をですね、期待してございます。もちろん、日本航空局にとってはですね、北米市場、唯一、あるいは最初の拠点でございますので、ここからですね、将来の北米市場への展開ということもですね、視野に入れながら進めてまいりたいと、こう考えております。それから、アジアでの状況については、ちょっと触れますけども、こういったカナダでの成果、それからアジアでの日本公演との共用、こういったものを重ねて合わせてまいりますとですね、今中期経営計画の最終年度でございます2020年、ここではおよそ230億ぐらいのですね、売り上げが可能と、こう見ております。ここからちょっとコードランド社のですね、作品をちょっと見ていただきたいと思います。左側の写真、これが支援タワーですかね、これを代表するところ、ご覧のようにですね、ハイライズのオフィス、あるいはレジデント、こういったものの設計を手がけてございます。これもトロント市内のですね、代表的な建造物ですね。左下側のやつは、これはいわゆるユニバーサルデザイン、こういったものを用いたインテリアの仕事で、このこともですね、担当します。これはこの2年間ぐらいですね、日本公営と BDP で進めてまいりましたアジア圏でのですね、コラボレーションの成果でございます。代表的なものを3つ、記載してございますが、現在これまでにですね、完了したもの、そして実施のプロジェクト、これは13件ございます。で、他にもプロモート中の案件がですね、12件ございまして、およそどうでしょうね。今、BDP 側に勘定すれば10億程度、日本公営全体で考えればですね、50ぐらいの規模でもってですね、今後の事業展開が可能と、こんな状況まで来てもらいます。
そして3番目の重点投資分野がエネルギーでございます。この間に実施したこともやっぱり代表的なものがそのオランダにですねエネルギーの欧州拠点を設立としたことであります。昨年12月にですね発足いたしまして、いよいよ4月からですね本格稼働に入っていくという、そういう状況でございます。この拠点投資につきましてはですね、英国とベルギー、この2カ国でもって、蓄電池を用いたアンシャリーサービスですとか、あるいは電力価格の変動を活用いたしましたアビトラージ、また先だけではですね、蓄電池が持つ、電力の価値の商いといいますかね、こういったことをですね、目標にしながらビジネスを展開し進行していこうと、こういうふうに考えてございます。ここからは全体の施策としましてですね、技術と人材について少し補足したいと思います。まず一つは技術政策です。これまで2カ年にわたりまして、日本工業グループ横断的なですね、技術の開発をしてまいりました。それからもう一つは、昨年の7月にですね、先端技術の開発を目標としまして先端研究開発センター、こういったものを設置いたしまして、これも技術本部を中心にですね、リーダーシップをグループ全体の引き上げをしていこうと、こういったことを考えています。で、これまでの蓄積がございましてですね、いつかの成果というのも上がってきております。特にここに記載しましたのは、次世代の基幹技術になるだろうと思われるAI を使いました工事予測モデル、これもつい最近各地で発表しているものであります。それから右側の方がですね、これも既に公表してございますように、JAXA ともですね共同研究によります、衛星を用いましたインフラの劣化の状況を監視するシステム、こういったものをですね開発し実証実験を行いながら実装段階に入っている、そういう状況でございます。それからもう一つ、この3カ年に特に注力しようということで進めてまいっているのが人材の問題です。現状は日本工業グループ全体でですね約5000名の従業員がございます。世界各地にこう世の中雇用形態含めてですねそういった5000人の社員がおるわけですけども、これをその3年間でもって約 1.4 倍、およそ7000名体制まで持ってこようという、こういった計画でございます。で、当然採用するだけじゃなくてですね、そのスキルアップが必要でございますので、一つはその技術的な知見を基礎から中堅という、そういったステップを増せる、そういう仕組み作り仕組みを作ってございます。からもう一つはやはりその日本工業グループとしてのですね、品質等々のですね、やっぱマインドセットの問題、あるいはリーダーシップの問題、こういった業務員からのですね研修、こういったことをですね進めてもらいます。直近ではですね、海外の現地法人そちらの方もですね、教育もですね進めている、そういった状況でございます。こういった技術人材の、育成というものはですね、先ほど来申し上げてきました各セグメントの事業戦略を後押しするという、そういった認識のもとに引き続き進めてまいりたいと考えございます。最後、配当政策と資本政策について触れていただきます。これもご案内の通りなんですけれども、配当成功は 30% をめどにですね、安定的な配当と利益水準の条件を満たした株主還元の充実、これをですね、進めております。ちなみに2019年6月期につきましてはですね、75円の配当を実施予定でございます。からもう一つ資本政策でございます。この中期経営計画3カ年におきましてはですね、先ほど来申し上げております重点的な投資分野、これを計画的に実施していこうということをですね考えでございます。従いまして、
状況に応じたですね、適切な資金調達、そして資本効率の向上というところをですね、念頭に進めてもらいたい。加えて、この中長期戦略の成長投資によりまして、事業を拡大し、そして中身というんですかね、つまりその採算性修正の問題もですね、しっかり伴う形でもって成長してまいりたいと、こう考えております。それがですね、企業価値の向上につながるということを確認してございますので、引き続き、努力をしてまいりたいと考えておりますので、皆様も伺いましてですね、そういった、ご理解をしていただければ幸いだと思っております。以上、書き出しで今お話をさせていただきましたので、ここからぜひ、ご質問いただきまして、それぞれの戦略あるいはその検討につきまして進めていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは質疑応答の時間に移らせていただきたいと思います。ご質問の際には社名とお名前をいただきたいと存じます。それでは、どなたかご質問ございますでしょうか。挙手にてお知らせいただければと思います。せっかく機会なんでね、実は先週はカナダのポールランド社に参りまして、全体ミーティングをしてまいりました。で、改めてですね、今回スキーム、これはうまく確信だと思います。で、私とそれから英国の DDP の CEO、スチアマ交えましてですね、先頭とマイクロミーティングをございます。で、一つはですね、これはそれぞれの建築というところについては当然コラボレーションが出てくるわけですけども、そのすぐ先ですね、来年あるいはその3年後ぐらいとしまして、これはとにかくですね、やっぱり世界的にニーズが高まっております。スマートシティ、これについてやっぱり取り組んでいくので、したがいまして日本公営単体におきましてですね、早急に生産している技術、例えば道路インフラ、そして交通計画、マースですとか、あるいはその、何ですかね、交通システムですよね、あ、自動運転とかね、そういったもの、それから研究所が主体になって進めております、AI、ビッグデータ、そしてエネルギー宣言とかやっております、そういったエネルギーシステムの問題、こういったものを集積して、いわゆる道路系のインフラと、そして GDP、ポールランド社が持っている建築、都市開発のノウハウ、あるいは技術、こういったものをタイプをしながらですね、スマスティのいわゆる構想段階からでの参入をですね、ぜひやっていこうと、こんなことをございます。それからポールランド社について、やはりこれカナダっていうのは非常に特徴的な国でございまして、やはりあそこは移民の国なんですね。で、今3500万人ぐらいの人口があるんですけども、先進国で一番の人口増加率、大体年率 1% なんです。で、そのうちの3分の2がですね、実は移民なんですね。で、特に昨今は米国からのですね、輸入、こういったこともですね、顕著だそうです。従いまして、トロントという町、ここは今人口600万人ぐらいなんですが、いよいよこれ北米第4の都市になってきてますね。そういった状況もございますので、先ほど申し上げておりますように、ハイライトのレジデントだとかオフィス、これのニーズが非常に高いということがありまして、成長著しいと言っていいと思います。したがってトロントの需要に応えるだけでもですね、コードランプ社の成長ということは十分期待できますが、これに加えまして GDP の持っている医療あるいは教育、こういったものをですね、統合しながら仕事を、こんな議論をさせてまいりました。そして何よりもそのコードランプ社では非常に多様性をですね、重んじる会社でして、国籍とか何かとかですね、そういう多様な民族、多様な国からですね、来られているので、非常にこう、なんていうんですかね、相手に対して非常にこう丁寧に、そして真面目に取り組む、そういった会社だというふうに改めてさせていただきます。ちょっとこれは脱線みたいな話ですので、
ろしければ、また質問を持ってきます。では、すみません、最前列の方、お願いいたします。マイクをお持ちいたします。すみません、ご説明ありがとうございました。フィリキーパースアドバイザーズの清水と申します。今のクワッドランブル社のことも含め、2点お伺いしたいんですが、まず1点目、その今回その海外のコンサル業務で、受注の遅れがあったと。で、これはもう一過性のものであると確信されているということをおっしゃったんですが、そのちょっと確信されている背景をもう少し噛み砕いて教えていただきたいのと、どの地域のどういった案件、おそらく大変大型だったと思うんですけれども、そういった状況になっていて、その遅れている背景もおっしゃったジャイカの問題なのか、そこら辺ももう少し教えていただけると大変ありがたいと思います。問題点、こちらが1点目です。はい、続けてご質問でよろしいでしょうか。じゃあ先ほどまず答えましょうか。今のご質問はどうもありがとうございます。海外コンサルタントをですね、契約支援ということになっているんですが、大きく2つ、一つはそのJICAの予算不足の問題、およそ70か100ぐらいの予算不足が生じたということがですね、金でございます。で、年間大体600から650ぐらいのですね、発注がJICAから言っているわけですけども、これが相当滞りました。で、また少数の案件に対して各社がですね、競合いたしますので、実は競争が非常に厳しい。これがですね、ほぼ1年間ぐらい続いているわけですよね。で、そういったことを背景に、国も含めてですね、JICAの再構築とかを絡みまして、ようやく昨年の11月ぐらいからですね、予算執行が再開したと言っていいんだと思います。さらにまして、12月の段階で、冒頭でもう工事がですね、何件ですかね、18件ぐらいとかですかね、一気に増えてまいりましたので、ここからはですね、かなり、環境は好転していくと言っております。で、一過性と申し上げましたのは、そういった一巡してまいりますので、2020年、2021年という、そういった状況におきましては、やはり今年度、国会でも予算承認されると思いますので、そうしますと大体600数十億ぐらいのですね、執行が期待できますので、ほぼ駆使をすると考えていいと思います。それによって日本公営単体も、あるいは子会社も含めましてですね、受注の回復ができると、こう見ています。からもう一つですね、これは大型案件の契約の決裂という問題を申し上げました。で、特に今期のですね、売上利益に影響を与えるものがですね、実は1件大型のものがございます。これはベトナムの鉄道案件です。で、すでにもう原契約でもって、実は未払い発生し、でかつ追加契約まで含めますとですね、30数億になります。で、したがって、この今追加契約の交渉をですね、含めて、これはもちろん我が方も、お客様と相当程度議論してございますが、円借款による国家プロジェクトでございますので、ここは GDP です。政府間でもですね、相当、厳しい相手をしていただきまして、ようやく、その打開するめどはですね、つきつつあります。まだ契約をしましたということにはなっていませんので、慎重な発言にさせていただきますけれども、少なくとも当社の年度のすなわち6月以内にですね、そういった問題がクリアできるようになると思います。それの影響額は、見上げで申し上げれば、多分20数億、利益におきましてもですね、被災地域の影響を与える非常に重要な発見でございますので、このあたりは、先ほど申し上げたように、政府間での交渉も含めて対処していく、その状況でございます。他にも受注だけについて言うならば、インド高速の問題とか、それから高速、新幹線ですね、そういった超ド級の案件もございますので、そのあたりについては皆さんも多少ご承知のとおりだと思っております。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございました。
ではもう1点目なんですけど、はい、今お話しあったクワトラングル社なんですが、はい、これは数字で会見して単身後発事象で、43ミリオンドルとか記載がありましたので、御社の例えば現状の株のバリエーションよりもかなり高いなという印象がございまして、でそれでもやっぱり今回買収に切ったというのは、その BDB 社がやっぱりやりたくて、シナジーがあるということで御社が承認されたのか、で今回その、マジョリティじゃなくて 49% っていうのもなんとなく、言い方変わりですが中途半端だなっていう印象がございますので、そこら辺のちょっと背景なんかも含めて、もう少し教えていただければと思います。はい、承知しました。もともと海外の進出というのはですね、BDP を買収した直後からですね実は検討してございます。それは手に戻さず、3年前の6月にブレグジット国民投票によって決定したわけですけど、その前後に私も現地の方におりまして、BDP 社の CEO とですね、実はそのカナダの商工会議所に呼ばれまして、せっかくこういう機会を得たので、ぜひともそのカナダへのですね、進出を考えてもらいたい。で、先ほども言いましたが、今人口3500万人ですけども、あそこはインフラがまだ整備されてないところがたくさんあるんですね。でかつそれに対しまして、年金基金等々のですね、いわゆる PPP、これは非常にうまくいくっていう、そういった珍しい国になります。そういうところにですね、インフラ含めた進出ということをですね、日本公園グループ、そして BDP ともどもですね、一緒につながりたい、こういうことがございました。一方、当社の経営的にもですね、ブレグジットによる、英国国内の経済情勢を見通しますとですね、BDP、英国依存度が 80% を超えてますので、これをやっぱり軽減しておく必要があるということで、カナダ、そして合わせてアジアというその海外展開を加速する必要があるでしょうということでもって、この3から進めてまいりました。その結果の一つがですね、コードラングル社の買収につながっております。それから買収価格でございますが、確か円ベースでいうと26億ぐらいですかね、になります。でここは嫉妬としたデューディレンスをやってまいりまして、エビットダーのですねおよそ6倍ぐらいと日記でございますので、これは通常のですね M&A の水準に、全くむしろ少し安いのかなという感じで、従って我々としては適正な価格での買収ができたと思っています。それからもう一点、株主資金の保有率 49%、 これはですね、オリエント市のですね州法というんですかね、これによって外国人の持ち株率が制限されてございまして、その制限が 49% ですね。で、これは致し方ないのでそれぞれいいなと。でただ経済的メリットをですね 100% 享受する、これが投資との効果の対応でございますので、ここは株主還元協定でもってですねきちっと縛りまして、収益の還元策もですねこれでございます。でもちろんこれは税法、それから会計、あるいはいわゆる法的な問題含めましてですね、全部第三者の意見をですねきちっと整理いたしまして、その適正な体系のもとにですね、株主関係を結んで 100% 近い水準で経済コミュニティが共同でいく、そういう仕組みで運営してもらいます。はい、よろしくお願いします。はい、他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。すみません、最高列の方お願いいたします。マイクをお持ちいたします。三菱芸術会の長谷です。すごく一つですね、先ほどカナダのお話、それから英国とヨーロッパの話ですね、市場環境結構よろしいということで、先般の日経新聞にもブリグジットの観点ありましたけど、いわゆる受注とかですね、受け入れる能力の方ですね、これについては充足状況についてお願いいたします。また国内についても非常に活況だということなんですが、
非常関係を見て、この御社受注能力とかですね、その充足状況について、コメントいただけますか。これです。はい。はい、承知しました。まあ、受注能力の充足状況ということで、まあ、言ってみれば、市場に見合った一覧生産体制がありますかという、まあ、そういったご質問かと理解いたします。で、個別に、やると、細かくなりますので、一つは、その、多分、懸念材のベルトもございますので、そしたら英国があろうかと思います。もう一つは、国内、特に日本の公共事業は非常にこう活況を呈してございますので、その状況、こういったことを中心にですね、お話をしたいと思います。まず、英国のですね、状況を申し上げますと、ブレイクの影響は確かにございまして、私が見るところ、英国の特に北部の方ではですね、少し経済的に停滞が始まったなと、こういう印象がございます。ただ一方でですね、ロンドンから退避する、まあ、そういった人口流入が、例えばダブリンであるとか、あるいは英国国内におきましてですね、ブリスルですとか、まあ、そういうところにですね、顕著に表れてございまして、まあ、それが言ってみれば、別の意味でのですね、ビジネスチャンスに従ってきている、まあ、こういう状況がございます。で一方ですね、そういう公共の中でもって、ブレイトの唯一の懸念は、大陸からのですね、牛舎の動きなんですね。でここはやはり心配する向きがございまして、従来のようにもう本当にこう、なんですかね、全くの境界なしで牛舎の移動ができる、そういう環境から変わります。で、すでにその兆候はどうも現れているんです。で、特に東欧のですね、優秀なアーキテクトがですね、イギリスに行きづらくなっているという、そういった環境もございますので、そういった懸念もございますので、ここは例えば、すでに、BDB も欧州にロッテルダムに拠点を持ってですね、現地に持ってですね、まあ、そういったところだとかですね、まあ、海外からの出向に対してとかですね、まあ、そういったことでもって、当面しのいでいくと、まあ、こういったことをしておると思います。まあ、いずれにしましても、受注に見合った生産体制は現状のところを懸念材料は持ってございません。それからもう一つ、国内、まあ、ここから3年ぐらいのところはですね、私が見るところ、あれ公共事業者は7兆円をベースにいたしまして、先ほどの国土強靭化による3年間7兆、まあ、これ相まってですね、相当こう、なんていうんですかね、忙しい状況が想定できます。まあ、そういうことも含めましてですね、昨年来新造債でもって約150名、中途も増えてまいりますので、純増でもってですね、100名以上の社員をですね、要員増をですね、契約してございます。で、もちろん新卒者がすぐ選挙になるかという問題はあるんですけれども、まあ、ビムの訓練などですね、早期の段階に実施いたしまして、言ってみれば生産体制を一員として組み込んでいく、そんなことも考えてございます。で、したがって一方でワークライフバランスとかですね、働き方改革という問題もございますので、そこはかなり受注に関して抑制的に計画を作って、それでもって、従業員の環境、これもですね、保全しながら進めていくというふうに考えています。まあ、その他全般的に国内においては、市況に対して供給派が落ちてこないというのがどこでも現状と思いますので、そういう意味では環境改善を進めることが、生産体制の充実に下がっていくのかな、そんなふうに思っております。よろしくございますか。で、追加お願いしたいんですけど、国内のこう建設とかこの竣工能力のレベル感なんですが、竣工能力ですね、工事能力なんですけども、ゼネコンとかは週休、2日完全に行ってるのはいいんですが、まあ、下請け20系30系になると、まあ、週休、まあ、5日なんじゃない、月5日取ってるところもほとんど半分もいないという状況の中で、だから2027年かに向けてですね、それも、もうちょっと休み増やせという方に動いてると思ってまして、いや、工事能力的にはですね、なかなか、増えていかない、減るという可能性もある中で、実際に、本当にこう
発注して進行できるんでしょうかってちょっと万全な質問なんですが、どこぐらいの建設とか興味についてちょっとお願いします。まあ、私もあの建設関連産業で、コンサルタントですので、建設業そのものとは違うわけですよね。で、まあ、建設業について申し上げますと、今ご質問された方もよくご存じのようですね。あそこだけは今度の改正労基法の適用ですね、3年5年かな、少し余裕がありますよね。ですからそういう中でもって多分ゼネコンの方はですね、着手していこうというふうに努力されていくんだろうと私は推察いたします。一方でコンサルタントの方はですね、そういった措置がございませんので、この4月からの改正労基法を即適用されます。で、従いまして、これはもう分かってございましたので、この3年5年かけましてですね、長時間労働対策ですとか、それからもちろん人員の拡充とか、そういうものをしておりますので、すでにもうサボ協定についてもですね、それに違反するようなことは、ほぼない。で、全体の残業時間もですね、相当程度抑え込んでまいりましたので、これは改正労基法が実施された段階におきましてもですね、まず問題は出ないというふうに確信してございます。よろしくございますか。はい、もう一点なんですけれども、電力とかそのエネルギービジネスに関して、とりあえず国内についてですけど、一応来年のからですね、発送で分離、ポテトになりますけども、もしあれば事業機会について、リスク、それから事業機会についてご説明いただけましょうか。はい、ありがとうございます。今のご質問は、2020年に法的にですね、発送で分離が実行されます。で、それにおける当社の事業のリスク、媒介とか、こういったご質問かと理解いたします。今申し上げましたように、来年からですね、その法的分離が実行されるわけですけども、即それがですね、欧米のような先進国、すでに20年前以上にですね、そういうことが実施されて、すぐにですね、同じような、例えばバーチャルパワープラントのような仕様が形成されるには見てございません。で、さはさえながら、その3年あるいは5年以内にですね、そういった市場形成ができるというふうに我々見ておりましたので、早くにですね、その欧米に進出いたしまして、そこでのノウハウ、技術、知見の取得にですね、今進めているところでございます。多分相当早い段階で我々はすごい特に着手したのかなと思っております。それから2010年以降のですね、法的分離以降、考えることはですね、2つあろうかと思います。一つは公益連携がありますのでなるということがですね、一つ出てまいりますので、これまでその東京電力というその中でこうやってきた仕事がですね、広がりを持ったことがありますので、そうするとここは逆にビジネスチャンスが生まれてくるのかなと。一方で東京電力だけに機能するような製品については、むしろ対抗するのかなと、そういったプラスもあればマイナスもあるというふうに思います。もう一点は、技術そのものがですね、やはり世界標準、こちらの方にどういうところを含めてですね、こうしていくということが確実されております。したがって、監視制御板なんかもですね、すでにその世界標準のプロトコルに移行してございますので、そういった準備は進んでございます。で、さらに言えば、そういったその、先、多分これデータライゼーションがですね、もっと加速されてまいると思いますので、その技術に遅れないような技術開発、商品開発をですね、進めていかなきゃいけないと。これは何て言うんですかね、リスクと言っていいのか、チャンスと言っていいのか、どちらからもこう言えるかもしれませんけども、これをチャンスを捉えてですね、今、鋭意技術開発を進めている、そういう状況でございます。はい、はい、お時間になってしまっておりますので、最後1名の方、もしいらっしゃれば、挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、ありがとうございました。以上をもちまして日本公営株式会社2019年6月期第2四半期決算説明会を終了いたします。本日はお忙しいところをお越しいただき誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。